はい、今どこにいるかというと台湾の、台中にいます。でそこの釣り具屋にいます。じゃあ漢字書いてある魚宅釣り具ってことで釣り具って分かると思うんです。健康路ってところにいるんですけどね。でそこのところまあ釣りということで、まあ、アジア、いやこれ世界各地で一応釣りっていうのはねやられてるわけです。特にアジアに関しては、ね、釣りする人の人口は多いわけですけど、台湾なんかもね日本と同じように結構釣りのポイントが結構あったりするんで、釣り具屋さんがあります。まあ、こんな感じでね魚宅釣り具ということで、なんか台湾でちょっと釣りしてみたい感じしますね。何が釣れるのかなっていうね。